竹富町役場は、日本の地方公共団体である、沖縄県八重山郡竹富町の執行機関としての事務を行う施設である。日本の町村役場としては、数少ない自治体の外に設置されている役場の一つ。また、日本の市町村の役場としては最南端の役場でも、ある。石垣港と町に属する各島とを結ぶ、離島ターミナルから北へ、 約200メートルの場所にある。また、通りを挟んだ向かい側の約150メートル北に石垣市庁舎がある。琉球王国時代の1524年、第2直尾王党の第3代国王、昇進王に司法官として25年にわたって仕えた西包は長年の勲功を評価され、竹富大首里親子の頭職として八重山諸島の統治を任されるに至った。 当初、その役所にあたる倉本は、西堤の出身地である竹富島に置かれたが、港の整備が困難であったことから、1543年に石垣島の大川へ移転した。1896年、明治29年直例第13号、沖縄県の軍編成に関する県の交付に伴い、八重山諸島は八重山軍となり、83島町が設置された。その後、 1907年から1908年にかけて沖縄県内の間切りは当初町村制によって町や村に再編され八重山郡には八重山村一村のみが設置された。しかし八重山村は広大な範囲に多数の島々が点在することから運輸、交通に不便を極め1913年に分村願いが 沖縄県知事へ提出されたことを受けて1914年2月に沖縄県令によって石垣村、大浜村、竹富村、与那国村へ4分割された。こうして1914年4月1日に竹富村が発足し、琉球王国時代に蔵元が置かれていた竹富島に村役場が置かれた。しかし、石垣島及び与那国島を除く、 多数の島々を管轄するため、運輸、交通の便が必要であることは、八重山村の頃と大きな変わりはなく、1925年に、村外の石垣村に、村役場出張所が設置された。そして、石垣出張所設置から13年後の1938年には、村役場自体が、竹富島から石垣町あざとの城へ移転した。八重山村から、 竹富村が分村されてから25年目のことであった。1945年には沖縄戦の激化に伴い一時的に仮役場を村内のオバマ島へ設置しているが第二次世界大戦の終結とともに石垣島へ戻った。竹富村は1948年7月2日に調整を施行し竹富町となった。1962年4月25日には 石垣市大川101番地に鉄筋コンクリート3階建ての庁舎が落成。1972年5月15日には本土復帰に伴い竹富町役所から竹富町役場に改称している。現在の庁舎は1969年に建てられた平屋のボーリング場を2階建てに改築して1977年9月1日に移転したもので、 石垣島への役場移転後としては三代目となる。役場が町外に所在することに対しては、長年町内で賛否が分かれ、町長選挙や町議会議員選挙においても、役場移転が大きな争点となってきた。このうち、役場の町内移転を求める町民の意見では、主として以下の理由が挙げられていた。こうした移転推進の意見を受けて、1963年、 および2002年に町議会で町役場の早期移転を求める決議が賛成多数で可決され、特に入表東東部の大原地区や豊原地区が具体的な候補地として挙げられた。これに対し町内の各島を結ぶ航路のほぼすべてが石垣港に発着していることから台風で船が欠航した。 際の緊急対応への不安や、石垣市との市長合併を推進すべきであるとの理由で、役場の町内意見に反対する意見も根強く存在した。このうち、市長合併に関しては2003年に、住民発議で、石垣市、与那国町との合併協議会に参加しに離脱、石垣市と対等合併して、新市名を八重山市とすることで一旦は合意したものの、 協定調印後に町議会で二度にわたって合併議案が否決され、計画は白紙撤回されることになった。2015年11月30日に実施された新庁舎の建設場所を問う住民投票では、入り表と大原への移転賛成が1459票で、現庁舎がある石垣島での建て替えを支持する1140票を上回って過半数を占めた。 入り表地域の有権者数が57%を占める竹富町において、この結果は予測されたものともされる。住民投票の結果に法的な拘束力はないが、住民投票条例では町長及び町議会は投票結果を尊重するとされている。なお、地方自治法では役場の移転には町議会での3分の2の同意が必要とされている。川光久市長竹富町長は、 2017年度中の新庁舎着工を目指すとしていた。一方、入表島と竹富町の各島を結ぶ定期航路はほとんどなく、入表島以外の島の住民からは反発が予想されている。2013年12月24日、竹富町は竹富町新庁舎建設のり方県東有識者委員会を設置し、竹富町の新庁舎建設のあり方などについて、 議論検討を重ねることになった。同委員会では2014年3月から5回の審議を行い、2015年7月23日に、入り表島に本庁舎を移転するとともに、石垣島に市長を新設し、各党の出張所の配置、機能を強化することなどを提言する、竹富町新庁舎建設のあり方に関する提言書を取りまとめ、竹富町長に提出した。 2017年5月、竹富町は、新竹富町役場に関する基本方針をまとめ、町のウェブサイトに公開した。この中では、入り表と大原に本庁舎を置くほか、石垣市内に、支所、各党に出張所を置くという方針が明記されている。一転にあたっては、まず、石垣市所を先行して建設して、竹富町役場の全機能を一時移転する方針である。 同志社の延べ床面積は現在の庁舎の約2倍の約4000平方メートルが見込まれている。竹富町では現在の町役場向かいにある石垣市の私有地を支所建設の候補地としていたが2018年5月に石垣市は竹富町に対して石垣港の港湾計画見直しを理由に売買の手続きを進めるのは困難と回答。竹富町は 同年12月の町議会で、現在の町役場を解体し、跡地に石垣市所を建設する方針を明らかにした。この方針によると、町役場は、県庁舎仮庁舎石垣市所本庁舎と三度の移転を行うことになる。2019年6月には、町役場向かいの石垣市市有地を沈借して、仮庁舎を建設するとともに、一部部署は、 周辺施設に移転することが決まり、同年8月に町役場2階部分が沖縄銀行八重山支店3階に移転。11月14日には町役場1階部分が移転する仮設庁舎の非公式が行われ、2020年2月25日からは仮設庁舎で業務が行われている。石垣市所長者及び大原に建設される町役場本庁舎については、2021年度の 完成、2022年度の会長が計画されている。出張所が設置されていない竹富島、黒島、小浜島、鳩間島,島では、郵便局に証明書交付事務を委託している。役場が町外にあり、選挙管理委員会の所在地も役場と同一であることから、町内で執行する国政、県政選挙は町内の各党から、 石垣市の役場へ船で投票箱を運搬するための時間を考慮し、定例的に通常の期日より1日早い繰り上げ投票が行われる。ありがとうございます。